ガチレズ編、第2部、始まるよ。開幕から濃厚なレズ描写。いいぞ、これ。前回、ファシナプールを脱出し、イカを倒してネサルティムを放流しました。一方その頃、アセルスにカリフラワーを取られて、敵をこのウルロワージュ。カリフラを連れ戻すようセアトに命じ、セアトが死角を差し向けてきます。一方のアセルスは、そんなことになっているとは知る由もなく、大海での必須イベントを終え、シップの準備が整うと、ガイルという、シュラ、へ向かうことになります。なお、飛ばし屋の兄ちゃんとはここでお別れです。もう一度やりたいぜ。赤い屋根の大きなお家が、アセルスの自宅です。嫌な予感がするので、自宅前で戦闘準備。カリフラの幻魔を外し、アセルスに装備させます。次に、カリフラを第1パーティーに戻したら、準備完了です。この時、アセルスは必ず戦闘に配置しておきましょう。なんと、アセルスはファシナプールで12年間も眠り続けていたのでした。事故に遭ったのが17歳の時なので、本来なら29歳ということになりますね。おばさん、おばさん。楽しいなぁ。というわけで2戦目、第1の資格、炎の銃騎士です。アセルスは幻魔、カリフラは、シネーションを選択します。アセルスが行動する前に、炎の銃騎士がアセルスをブレードで攻撃してくれれば。幻魔を構えている時に近接攻撃を食らうと、カウンターで幻魔操作が発動します。かっこいい。しかも、トリガーとなる敵の攻撃で気絶した場合、極限効果でさらにダメージは加速します。アセルスの気絶幻魔操作が決まれば、炎の銃騎士は一撃で沈みます。最後、カリフラの HP が上がらなければ成功です。テイク数は、4回でした。カリフラに効きもしないファッシネーションを使わせたのは、HP の上昇を抑えるためでした。詳細は省きますが、核能力値の成長率は、戦闘中に取った行動で変化し、今の場合、防御を選択していると、カリフラの HP が 100% 上昇するのに対し、術なら約 50% に抑えられます。なお、カリフラの HP を抑えるのは、病魔のコテの習得を避けるためです。能力値合計は、装備補正ですでに習得基準の151を超えているので、HP を201以上にしないよう管理します。炎の銃器刺激波後は、マズルミナス影器、ルージュを仲間にします。ルージュを加えたら、いつもの光の迷宮、ではなく、ブルを攻略します。ブルでは、必須戦闘が1回あるので、最小戦闘回数縛りでは、基本立ち入ることができませんが、アセルス編では攻略が可能です。なぜなら、アセルス編のシナリオは、炎の銃騎士以降、自由戦闘を1回挟むごとに進行していくからです。この自由戦闘が、計6回。エミリア編と同様、この6回分の戦闘をいかに活用するかが重要になります。ブルからは、自分の影を取り戻さないと出られません。ここでサイレンスの影に話しかけて、手を貸してくれ、を選択しておきます。こうすることで、ここを脱出した後に、サイレンスが仲間になってくれます。あとは道中の200円を回収しつつ、奥へと進んでいきます。加速。敵は少ないので、敵避けは余裕。これなかなか難しいねんな。ここでは、自分の影を見つけてタッチします。正解は、と思われるかもしれませんが、影の初期位置は毎回固定なので、正解の場所さえ覚えておけば、割と簡単に見つけられます。ここで先ほど移動させた影にタッチ。正解なら影は奥の部屋へ移動し、間違えると戦闘になります。この後自分の影と戦闘になるので、第1パーティーをアセルス短期にしておきます。3
3戦目、シャドウです。シャドウは、こちらのステータス、呪術、装備をコピーしたものです。アセルスは、ゲンマを選択。相手はアセルス同様、嘘が高 HP なので、ゲンマ、もしくは、ゲンマ操作で一撃です。テイク数は、1回でした。シャドウを撃破すると、自分の影を取り戻し、オーンブルから出られます。これで、陰術の資質と、サイレンスをゲットです。わざわざ一戦使ってオーンブルを攻略したのは、彼が狙いでした。お前のことが好きだったんだ。これで次の重騎士との戦闘フラグが立ったので、戦闘準備をしておきます。まず、アセルスの幻魔と、カリフラのジェットブーツを外し、サイレンスに装備させます。さらに、水耐性を持つ、パールハートもつけておきます。最後に、第1パーティーを、アセルス、ルージュ、カリフラ、サイレンスの順に並べたら、準備完了です。アセルス編は、自由戦闘の後、特定のイベント発生ポイントを2回通過すると、次のイベントが発生します。そのイベント発生ポイントの一つが、です。4戦目、水の重騎士です。壁役のアセルスは防御、サイレンスは幻魔で攻撃。サイレンスは最初からローマブグにモンスターを用意しており、筋力が31も底上げされているため、攻撃力の幻魔を打てます。水の重騎士の1から3ターン目の行動は、水撃突のの2択、構えで判断可能です。ルージュとカリプラは、2連携、インフラ1撃で攻撃。今後も使うので、ここで必ず履歴を作っておきます。逆の、ゲームのプロージョンでは、ダメです。2ターン目も、先ほどと同様です。水の重騎士は、全部の盾を装備しているので、幻魔を防がれることがあります。ちなみに、今回、幻魔操作狙いでアセルスに幻魔を持たせなかったのは、1ターン目に幻魔操作が発動してしまうと、インプロ射撃の履歴を作る前に、敵を倒してしまうからでした。と補足している間に、何なくですか。今回は、カリフラの HP 上昇自体は許容します。ただし、水の重騎士は高確率で全部の盾を落とすので、こちらは必ず手に入れておきましょう。テイク数は、2回でした。戦闘が終わったら、すぐにステータスを確認。カリフラの HP 上昇量が、6以下なら OK です。上昇量は5だったので、次今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。